まあもうだいぶ経つので、そろそろ私出ようかな。今日は線香炊くにはちょうどいいですね。いつも湿気臭い時はもう炊けないんですよ、こんな綺麗には。まあもうめったに来れないんで、ちょっとあと5分ぐらいいようと思います。そろそろ帰りますね。まああと5分したらやめます。まあ今日は良かったですね。今日は気候が良くて温暖です。冬らしくなくて秋らしい天気です今日は。まあ北陸とかはもうなんか寒いらしいですけど、こっちの関東の東京はもう、まあ、冬じゃなくて秋の気候の気温ですね。まあ今日来て良かったです。まあ今日私の誕生日なんですが、まあ今日私も50になりまして、今私の祖父が来てたら110歳ですね。110歳だったらちょっと生きられないでしょうね、さすがに。で、私の祖母がですね、生きてたら今だったら、97歳なんですが、まあ、97歳もちょっと苦しいと思いますね。97
97歳、まあ90歳が限界でしたね。うん、どう考えても。まあ97歳、まあね、それ生きるのは昔ね、あの時代だったら。まあそういうことで、まあ、今私の父親がですね、ちょうどまあ79歳で、私の母親がな、75になりますね。まあそういうことで、あとまあ、まあ私だけちょっと生き残ったんですけれども。まあなんとかなるでしょう、うん、ということですね。まあ本当に私のことをいいように言わないですからね、私の父親、私の母親も。あんだけ私のことを批判したらもうがっかりです。まあ批判をし続けてそれで幸せになれるならいいですけどね。まあもうちょっとしたら出ます。もうちょっと昼食べに行きたいんでね、お腹も減ったしちょっと食べに行きたいんでそろそろ出たいです。いや本当はありがとうね、うん、まあよろしくね、よろしくお願いします。退出します。いろいろありがとうございます。今日はですねこのイタリアのバッグを持ってきました。わかります？フローラっていうあのイタリアの有名なバッグです。でも、そういうこと